聞いて驚け、見て笑え、ニャースでニャース。第1回やっぱり何でも相関図クイズ、イエーイ。今回ね、私がいろんな作品の相関図というものを持ってきたので、そっからタイトルを当てるというクイズになっております。あー、なるほど。俺めっちゃ不利じゃないか。そうなんです。気づいた。僕めっちゃ不利じゃないか。いや、お前がもう悪い、それは。てか、これ声大丈夫っていうか、いや、俺声に反ですよって言うから。うん、例えばちょっと例題一つまず用意してきた。例題、はい、こちらでございます。一発目の例ね。これ見てわかりますか、これ。え、猫がいて、猫ヒントちゃう、結構。え、めっちゃむずない、これ。はい、ちょっと待って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 。え、俺知ってるその作品。いや、さすがに知ってないと、あの、趣味から怒られる。お前も死刑って言いそうなんだよ。お前も死刑。これだけの人数が出てくるの、なかなかないっすよ。あ、わかった。あ、そういうことか。俺もわかった、このアニメ。これは何かわかった。せーの、サザエさん。正解です。よし。おー、確かに確かに。一問につき、だいたいレベル1から2ぐらい用意してるんで。あ、だからちょっとしか書いてなくて、レベル1どんどん増えていく。あ、はい。まずは第1問の一番情報が少ないバージョンです。徐々に情報が少ないね。はいはいはい。進行、妹、広い、娘、娘、はてな。で、明確な、あの、血縁関係がある場合はちゃんと棒になるんですけど、恋人関係かなぐらいの場合は点点点点。お前、科学家らしく弁然科の書き方分かってんな。トラブル。違います。みかんちゃんがいて、天のおじさんがいて。天のおじさん誰娘かっこはてなってのも一応ヒントです。娘かっこはてな、まあ、明確な娘じゃないってことですね。血縁関係のある、この段階分かる人はこの作品についてかなり造詞が深いということでね。ああ、そういうそういうことなんです。娘は確実にいるってこと。娘という存在はいますね。これじゃ無理やわ。分かんないです、さすがに。これはちょっと、とはい、ということで、じゃあ、はい、レベル1のちょっと難易度を下げたバージョンになってます。はい、じゃあこちらです。なんと、なんと、なんと、トモ、トモ1が、あ、トモがめっちゃ好きなんや、みんなのことが。トモって誰や。女子みたいな。いや、これも全部好きって矢印になってますね。はい、バチェラー。違います。正解かと思ったんや。いや、かなり、でも、有名っす。ほんま有名っす。有名。レンガンさんでも名前聞いたことがあるくらい有名っす。こち亀。違います。クレヨンしんちゃん。違います。ドラえもん。違います。あー、もう出ました。全部終わった。もうあとちびまる子ちゃんだけ。ちびまる子ちゃんまだ言ってないですよ。ちびまる子。違います。何曜日にやってたとかはちょっと聞いちゃダメですか。全然深夜。いや、でもこれアニメじゃない可能性ありますかね。ドラマの可能性もあるか。はい、ヒロインが見た。違います。だいぶこれは察し悪いですよ。察し悪い。じゃあいきますよ。はい、追加情報です。お、お、え、わかった。わかった。はい、わかった。ちょっと待って。進撃の巨人。違うな。え、こんな名前で聞いたって。いや、でも、今、いけてます、いけてます。いや、これは、え、言っていい？ SAO。正解です。え、娘、あ、うわ、それこそか。いや、これは。SAO は当てれんわ。俺は当てれ。娘はマジでやめてほしかった。いやいや、言ったじゃないですか。娘ですよ。かっこはてなって言ったじゃないですか。娘です。で、合わすな、これが黒猫の騎士団の人。サチね。はい、サチ。サチね。はい、これがカジア。リズベットね。はい、全員いますよね。そうそう。ゴールデン帯のやつ欲しかった。ああ、じゃあ次は、ほんま言うべす。これ知らなかったら。ちなみに、SAO は俺、違う、でも一個言いたいんですけど、スーハは妹じゃなくていとこってことだけ言いたいです。忘れてた。そうやろ。あれ、そうでしたっけ。実の妹じゃないですよ。いとこですよ。そっか。あ、それじゃあ今なしや。今同感、同感。これさ、30、20、10連するか。一応点数的に。そうですね。初手で当てたら30にしようか。次はほんま言うです。あ、結構書いてくれてる。あ、敵います。敵と敵部下いますよ。へー。あ、はい、ポケットモンスター。違います。あー、なるほどね。うん、ハクション大魔王。違う。サザエさんより有名ですよ。サザエさんより有名。サザエさんより有名。そんなことある。はい。いや、でもな、静岡マジでキテレツ大百科とワンピースしかやってないよな。いや、でも、え、静岡。はい、ラブライブ。あ、そうっす。ラブライブはラブライブサンシャインです。あ、サンシャイン。ケイロン。違います。真剣ゼミ。ちびまる子ちゃん講座。あ、バス。
まだまだこのスバ、このスバ違います。じゃあどうします、じゃあ追加情報、次行きましょう。次だいぶ察し悪い状態、察し悪いな、やばいな。これ出たら本物わかりますよ。こちらです。え、どうした、めっちゃ、めっちゃ死ぬやん。はい、北斗の拳。違います。いやいや、合ってるんですよ。わかった、はい、ジョジョの大冒険。違います。え、あ、わかった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 、10個3人組。違います。あれじゃね、あれです。ちょっと待って、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 肛門確定した、肛門確定しました。さすがに確定しました。あと知ってる作品はハリーポッター。正解です。え、え、そうそう、え、マジ俺鬼滅の刃が正解だと思った。違います、ハリーポッター。今奇跡起きてるわ。ハリーポッターっすよ、これ。ゴルデモート、スネイプ先生、ハリー、お父さんがこれ、ゴルデモート殺します。言っといて、ハリーポッターさ、賢者の石見ただけやからさ、もう覚えてねえから。もうロン・ウィーズリーの妹と結婚して息子二人います。そうなん、はい、いつそれ、俺、秘密の部屋の段階でそうやった。違う、それだけ終わった。いや、それだけし、俺それではずるいわ。あれって書いた人エミリー・ロッドやっけ。いや、違う、エミリー・ロッド。エミリー・ロッド、デルトラクイズです。そのままこうかと思った。いや、でもこれでも伝言さんすごいっすね。いやいや、俺ほんまに俺分かってなかった。じゃあ、次の問題です。はい、こちらです。え、はい、幻想水濠伝5。違います。用意してたやろ。用意してた。これも子供ハテナね。これ子供ハテナなのが一番大事っすね。もうなんなら時間子供がガンガン。違います。ふくらっぴーの5年後。それはどうなんですか。やばい、どうなんですか。それはどうなんですか。タイタニック。違います。アバター。違います。ターミネーター。違います。ターミネーター2。違います。ターミネーター3。違います。違います。やった、正解。これじゃないや。あ、北斗の拳。違います。この辺だけど。蒼天の剣。違います。前にしか受けへん。ヒロインが2人いるってこと結構ポイントなんだよ。ヒロインが本当はもっといっぱいいたのかもしれない。あ、分かった。はい、バチェラー。違います。バチェラー、子供言いたら言わないから。今、俺120%来たと思う。ラブライブ、ラブライブ。いや、惜しいね、それ。惜しい。志村けんのバカ殿。一旦次行こう。これはもう衝撃っすよ。お、お、はい、スクールデン、正解です。お前これ子供ハテナ相当やばいっすよ。やばいって楽しいじゃないですか。いや子供ハテナってこれは想像認識なんですよ。はい、じゃあ次行こう。はい、じゃあ次行こう。これも特徴でいいっすよ。あ、これ分かりそう。なんでそんな隠し語、絶対こっちが。お前スペース無駄遣い。なんでスペース無駄遣い。ここから、これは今から保管されます。はい、メタでコナン。違います。あの、未来探偵コナン。俺みたいなやつが間違えんでよく。そう、コナンって書いてあって。はい、ゴンギツネ。違います。あー、あるな。もしもしの T。 違います。ハラペカアムシ。違います。クジラグモ。違います。エリックカール。違います。おしりの冒険。違います。クリストファーキューバー。強敵です。名探偵コナン。世紀末の魔術師。だったら今さっき世界に行ってました。行ってきますよ、次。では、はい、全貌はこちらです。お、お、お、増えた。なにこれ、なに、え、こんなに出てくるの登場人物。はい、はい、崖の上のポニョ。違います。こんな崖だった。全部ポニョ使った。ポニョ、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 サービス。あ、ミニオン、ミニオン。違います。ミニオン、ミニオン、決戦感。どのミニオンがどれか分かんない。分かる。え、俺今まで出た。出てない。出てないです。まだ出てない。まだ出てない。サマーウォーズ。正解です。え、なんで？サマーウォーズです。マジ？はい。え、お願いしますやろ。お願いします。キングカズマ、キングカズマ。キングカズマはこれですね。分かる。え、じゃあ、悪役どれ？悪役。これです。こんな近かったんや、あの戦いって。はい、そうなの。あのサマーウォーズ。全員決戦関係ですよ、これ。最後はラストの問題。あ、最終問題。はい、OK。最終問題。キングさん20点、デンガーさん20点、花さん20点ですね。OK。で、俺らはレベル最初の状態で当てたら勝てるってことね。そうですね。じゃあ、いきますか。いや、分かると思いますよ、これ。トラブル。違います。バチェラー。違います。違います。違います。狼くんには騙されない。違います。これはでも日本人全員知ってます、これ。ヒントは棒ですね。棒なんで、これ。棒って何？棒は結婚してるっていう。え、そういうこと？
え、そう、そうだね。まあ、そう、そう、まあ、イメージする感じです。定義的に。はい。織田信長。違います。確かに。あ、藤原道長。違います。あ、OK、今良かった。惜しかった。石田三成。違います。中野大江の。違います。聖徳太子。違います。大加藤違います。ロレやローは一夫一妻制です。あ、そうなんだ。はい、クイズドック誰かだ。いやそういうこと。誰がっていう。こうちゃん中婚。作品名はマジでいいです。あ、だだだだ。はい、古事記違います。そういうことはい、ファーブル昆虫。違います。そんな話なんですか。メスってことですか。欲しいな。ウエンツ英二。違います。ウエンツ英二、今度結婚しないから。ヒカル。違います。あー、確かにお、なるほど。ヒカルの子。違います。ヒカルの将棋。違います。ヒカル&ピン。違います。え、でも待って、結構な、絶対わかるよね。ヒント ヒント、レンガーさんが今さっき言いました。ヒントとか言ってね。僕が一番反応した時、なんて言いました。レンガーさん、ヒカリ。まあまあ、違うんですけど、まあまあまあってことですね。あ、あの、光。違います。マルディ、マルディ。違います。キサル。なるほど。ピカルの定理。違います。あ、懐かしい。あ、いいな、それ。あ、ありやな。ありですね。ワンチャン。俺、その作品知ってるんかな。いや、これ知ってなかったら、縁側さん、教育を受けてないっす。あ、これ14。わかった。はい、嵐の夜。違います。で、光が惜しい意味がわからんからこんなことやってるんだよ。そうです。アニメじゃないです。映画。文学作品です。海光線。違います。海と毒薬。違います。まあ、うん、あ、だ。はい、現状のあたり。正解です。マジ。はい、だから光源氏なんですよ、主人公は。そういうことや。あ、そういうことや。そういうことか。そういうことか。変えたわ。やりましたよね、源氏物語。やりました。いや、やりました。なんなら俺入試で出たから。ですよね。俺センター試験、俺の年源氏物語やったから。うわ、じゃあ古事記惜しかったやん。古事記惜しかったですよ。はい。てか、あのまま居続け、あのままあの付箋で居続けたのに、あれを変えたやつ誰。そいつが負けやん、多分。古事記違います。そういうこと。はい、ファーブル昆虫記。